ありがとうな、姉ちゃん。疲れただろう。ほどほどにして、あとは医療班に任せないか。そう。じゃあ、無理はしないで。いった！おい姉ちゃん、もう少し優しく触ってくれよ。うん。そんな柔らけえ手でコワゴワ触られるとなんか変な気分になってくるな。もういいだろう。さあ、俺がきっちり手当てしてやろう。で、変な気分っていうのはどんなのか、俺に詳しく教えてくれるかな。え、いえ、俺はもう大丈夫ですので、失礼しました。見たところ、怪我人の治療はこれで一通り済んだみたいだね。ちょっとこっちに来てくれるかな。もう少し自覚してもらわないと困るな。自分が周りからどう見られているかをもっと自覚しないとダメだよ。君はあまりにもみんなに優しすぎる。君みたいな可愛い子がみんなに優しくしたら、どんな感情を抱かせるのか、少しは考えないと。もし、俺みたいな悪い男が、噛みつきたいって、そう思ってたとしたら、君は、どうする？甘い血だ。一度この味を知ったらもう、やめられないんだよ。だから君は、悪い男に好きに噛みつかれないようによくよく注意しないと。おいしい。誰にでも優しくして、噛まれたりしないよう気をつけると約束してくれるか。